はいどうも、レッツエンジョイ KD チャンネルです。今日の動画は毎月下旬か、まあ上旬ってことでもないな、毎月恒例の2023年9月の東京ディズニーリゾートの混雑予想をやっていきます。イエイ。9月はいよいよ10月からチケットが値上げするので、チケット値上げ前の月でもあるし、いよいよ9月からディズニーハロウィンも始まります。まず2023年9月東京ディズニーランドの混雑予想がこちら。そして2023年9月東京ディズニーシーの混雑予想がこちら。そして混雑予想の解説の前に9月の注意点を簡単にまとめていきます。先ほども言った通り、9月はいよいよ2023年10月からチケットが値上げするので、値上げ前の時間にも9月7日から東京ディズニーシーはダッフィーの新しいグッズ、9月の14日からディズニーハロウィンの新グッズが販売で、この2つのディズニーグッズに関してはスタンバイパスが導入される予定です。そしていよいよ9月15日からディズニーハロウィン初日、最後に9月の29日はディズニーシーが夜から貸し切りで短縮営業になっています。それではまず東京ディズニーランドから9月の混雑予想を解説していきます。まず9月の6日まで夏のイベントを実施しています。この9月の6日より前に9月の1日からハロウィンのメニューが始まります。ただ今の夏休みに関してもなんだけど、平日はチケット料金が安くて混んでいて、土曜日と日曜日の方がチケット料金が高くて空いている傾向もあったので、あとはやっぱり夏のプログラム自体がそこまで目玉なものがあんまりないので、おそらく混み出すのは9月のこの15、16、17の3連休から思いっきり混雑すると予想しています。なので、まあ、9月1日は、まあ、平日以上土日未満 3.5 で、9月2日は土曜日なので4。ただもしかしたらだけど、その夏のイベント終盤かつ夏休み、最近の夏休みの傾向の平日が混んでいて土曜日日曜日が空いている傾向を見ると、もしかしたら2日も1日と同じぐらいの3万人前後の可能性もあります。で、3日の日曜日に関しては土曜日より日曜日が空いている傾向があるので 3.8 で、9月の4日も 3.3 で、9月の5日も3で、9月の6日も3で、9月の7日も3で、9月の8日は 3.3 で、ここから9月の9日がハロ夏イベ終わってハロウィン始まる前の土曜日、ここもねまだ穴場だと思います。9月の9日も4で、9月の10日も 3.8 で、9月の11日 3.3 で、12日が3で、13日が3で、で14日のこの日からおそらくハロウィンの初日より前にテレビ関係者、報道関係者を入れることが多いので、まあ、最近、まあ、ランドのパレードが10時にやってることあるよね。初日より前、ベイマックスと40周年のパレードも初日より前に10時からやってたので、おそらくスプーキーブーが14日10時からやる可能性は高いかなと見てます。あとは確かデイパレードがこの時期から変わるよね。40周年のパレードが14日から確か今17時なのが13時に来たはず。ショーパレードも9月から運営時間が変更になっているのでご注意ください。9月の14日 3.5 で、9月の15日はハロウィン初日で、まあ、3連休前で有給取ってくる方も多いと予想して 3.8、 まあ場合によってはこれ4の可能性も全然あると思います。で、9月の16日は3連休初日で、もうここはハロウィン入ってすぐの土曜日なのと、まあ、チケット値上げ前なので、チケットは完売すると予想します。16日5で、17日も3連休中日で5で、18日は3連休最終日なので、まあ、土曜日日曜日より安くて予想して4で、火曜日 3.5、 20日 3.5、 21 3.5 って感じですね。そして22に関してもハロウィン始まった金曜日なので混雑度も上げてます。22日4で、23、24もチケット値上げ前の土日なので混雑度5で、24日も混雑度4で、25日も日曜日と月曜日で連休組みやすいので混雑度上げて4にしてます。で、26から28日もチケット値上げ前、そしてまあ暑さが引いてくると予想して、まあまだ暑さ続くかな、まあ、場合にはよってはだけど暑さがこれ続けば混雑度全部下がると思います。まあ、ただ3連休は混む
むと思うんですけど、26から28もちょっと高めに 3.5 で、29日も土曜日と金曜日で連休組みやすいので4で、30日5にしています。まあ、なので気をつけておくべき注意点としたら、まあハロウィンとか関係なしにディズニーちょっとでも空いてる時期に行きたいんだったら11から13の時期がいいですね。で14から14日以降に関しては仮装もできるようになるんで、もう明らかにキャラクターグリーティングとかショーパレードもだし、アトラクションの待ち時間も全体的に上がると思います。あと1個注意点としたら、9月の29日は東京ディズニーシーが夜から貸し切りの関係で日中までしか運営していないです。その関係で29日に関しては東京ディズニーランドにゲストが集中する可能性が高いです。なので29の金曜日は確実に混むと思います。あとなんだろうな、平日でハロウィンの時期に、まあ、あとはハロウィンの時期で平日行くんだったら、やっぱりこの水曜日が一番平日空いてるんで20、27が個人的おすすめです。土曜日、日曜日に関してはまだそうだな、18日ってやっぱ24日がいいんじゃないのかなと思います。連休最終日がやっぱり穴場で、やっぱり連休最終日が気持ち空いてると思います。そして次は東京ディズニーシー。東京ディズニーシーはね、ちょっとグッズ販売が多いんですけど、まず東京ディズニーランドと一緒で9月の6日まで夏のイベントを実施中です。確かアクアトピアのズブ濡れも9月6日まででしたね。で、9月1日からランド同様シーでのハロウィンのグルメが始まります。でその後に9月の4日からディズニーシー22周年グッズ、これはスタンバイパスの表記がなかったのでおそらくスタンバイパスなしで販売すると思います。で、この3日後の9月7日にダッフィー&フレンズの秋のグッズ、今回ジェラトーニくんがメインのグッズですね。なのでまあやっぱりダッフィー&フレンズのグッズ欲しい方は7日以降来ると思うので、まあ、7日以降はちょっとキャラぶりが混むんじゃないのかなと、ショーパレードとかね。なのでグリーティングが空いてるのはおそらくこの456、あとグリーティングが空いてるのは9月1、4、5、6が穴場です。で7日が 3.5、8が 3.5 で、ここはダッフィー&フレンズのグッズがあるので、もしかしたらランドより9月の9日 C の方がゲスト流れる可能性高いです。ただそのランドと C だと今やっぱ40周年でランドの方がゲストが多く入園しているように感じるので、まあ、C はどうなんでしょうね。まあ、ダッフィー&フレンズのグッズがあるので気持ち9月の9、10はランドより C にゲストが集中するかもしれないです。でその後に11から13までは3 で、14日がハロウィン初日の前日、ここもおそらく報道関係者入れるのでハロウィンのハーバーグリーティングとかもうほぼ全部ハロウィンやると思います。仮装もできるんで14日からで、おそらく C もこの14日から混雑すると思います。で14日 3.5 に15日 3.8 で、この3連休入ってくるんですけど、毎年この9月の3連休は入園制限がかかるぐらいコロナ前も混んでいたので、16も5、17も5で、ただ18はランドより C はすくと予想して 3.8 まで下げています。 C はランド確か4にしてたよね。でここの19、20、21もハロウィン始まってるので 3.5、3.3、3.5 で、22日は金曜日なので 3.8、 一応ね連休組みやすいんですが、東京ディズニーランドにゲストが流れると予想して 3.8 にしています。で23日は土曜日なので、ここは入園制限かかると思います。まあ、ここはねチケット品切れると思います。で24日は日曜日で、翌日学校の方も多いんじゃないのかな、まあ、だけど連休組みやすいよね、大人はね有休とかでね。24が4で、25日もランドより C が空いてるので 3.5、 ここはもうずっと 3.5、 3.5、 3.5 に、29日だけランドの説明でも聞いている通りなんですけど、 C が夕方までしか運営してないです。確か9時から18時まで、で夜はディズニー JCB の確か貸し切りだったと思います。その関係でランドにゲストが集中するという予想して C はおそらくすくと思います。ここは下手したら多分 2.5 ぐらいまでいくかも。2万5000から3万人前後、トイストーリーマニアが、まあ、70、80、ソアリンが90、100長くても、まあ、70、80平均ぐらいじゃないのかなと予想してます。で9月の30はチケット値上げ前なので、ここは混むと予想して混雑の方にさせていただきました。なので、まあ、ディズニーシーで、まあ、行く日を狙うんだったら、グッズ関係なしで行くんだったら、まあ、あと1日、夏休みの人もいるかな、
4から6が個人的にはいいと思います。でハロウィン後の平日土曜日に関してはそうね、もうここはどこも混むと思うんですけど3連休明けの19から21、まあ、あとは土曜日日曜日しか来れない方やっぱ18、24が連休最終日でゲストが少ないんじゃないのかなと予想してます。あとハロウィン後の平日はこの29日中まででいいんだったら、まあ、ビリーブが見れないのはちょっとあるけどね、29日でもいいんじゃないのかなと予想しました。はい、ということで以上2023年9月の東京ディズニーリゾートの混雑予想でした。まあ、9月はねやっぱりチケット値上げ前の月だけどまだ暑さもあるのでちょっと読めないところですよね。夏ディズニーがやっぱりね、土曜日は空いて平日は混んで、まあお盆はやっぱり混んではいたんですけど、まだただこの今年の暑さに関しては10月まで続くって言われているから、正直俺スプーキーブーじゃないな、13時に40周年のパレードができるかどうなのかもちょっと気になるし、暑ければ暑いほどもちろんねパークも空いてくると思うので、ちょっとね読めない、ちょっと来月に関しては読めない時期なんですけど、ただ一つ言えるのは大人気のディズニーハロウィンなので混雑する可能性は高いと思います。ぜひこれから9月に東京ディズニーリゾートに行く予定の方が今回の混雑予想を見て参考になっていたら嬉しいです。それではまた動画更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。 X、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローよかったらお待ちしております。それではバイバイ。